ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、高橋です。ボンド大阪、浅井です。本日ご紹介するのは、こちらのお車、G63 AMG になります。なるほど。もうなんか様子がおかしいですけど、今回ベースは、W463 の G63 ですよね。なんですが、はい、これもともとは、はい、50周年記念のアニバーサリーエディション、外装がブルーで、はい、ですよね。フェンダーとかバンパーが黒になった、はい、あ、はいはいはい、日本限定50台のお車を、まあ、贅沢にも色替えしちゃいましたとあ、なるほどね。いう内容になってます。ちなみに色はこれはですね、ナルドグレ ー, なるほど、お客様の、はいはいはい、希望で、ナルドグレーのラッピングフィルムに行って全面ですね。あ、フルラッピング、色替えをフルラッピングをさせていただきました。はあ、贅沢すぎますね、ちょっと。そうですね、はい、なかなかかっこいい1台になってるかなと思います。はい。はい、で、フロント周りでいくと、そうですね、まずフロントスポイラー、はい、フロントスポイラー、まあ、よく見慣れたこれブラバス製のフロントスポイラー、人気のやつですね。そうですね、ゼニライトがついてます。はい、ただ横のスムージングは、まあ、ちょっとブラバス色を取りたかったので、まあ、スムージングしております。なるほどね。はいはいはい。で、そのままこのフェンダーもちょっと変わっておりまして、あ、そうなんですね。あ、確かにちょっと大きいですね。ちょっともっこりしてると思いますが、はいはい、だいたい純正から4センチぐらい片側でワイドに、あ、なるほどなるほど、なってます。GF、ゲレンデファクトリー製のオーバーフェンダーですね。あ、なるほど。いやー、はい、迫力が、そうですね、なんかこういつにも増してあると思います。はい、でフロントはグリルが、そう、グリルも変わってますね。これはちょっと見ていただければ分かるんですけど、まあ、はい、ベントレー風のそうですよ、ね、このデッシュグリルに変わっています。ね、なんかベンテーガとかの、そうですね。最初見えちゃった感じ。あのグリルだけ見ると、グリルだけ見ると、はい、なってます。はい。でサイドビューは、はい、そうですね。まずは、はい、まあオーバーフェンダーから続くサイドステップは、はい、サイドステップ、まあお決まりの、ラッピングで、あ、そうですね、サテンブラックですね、はいはいはい、で艶消しの黒でラッピングしております。なるほど、まあ、現行でも人気のメニューですもんね。こちら人気のメニューですね、はい、あとそこから見えるブラバス製のブラバスマフラー、マフラーですね。あ、なるほどなるほど。これももともとブラッククロームだったのを、はい、わざわざまたマットブラックに、あ、真っ黒に、真っ黒にしてます。なるほど、ちょっとがギラつくのもちょっと嫌な感じ、はい、そうですね、嫌なので、全部音を落としています。なるほどね、はい、また後でね、はい、音とかも聞いていただければ、はい、はい、お願いします。サイドビューはそんな感じですかね。そうですね。はいはい、ありがとうございます。続いてリアは、あ、背面タイヤです。背面タイヤ、まあ、ここはスムージング、あ、スムージングしてるんですね。スムージング、はい、もうバッチとかではなく、はい、もうスムージングなるほど、させていただいてます。はい、でギアバンパー、ギアバンパー、こちらの方ブラバスフロントに合わせて、はいはいはい、ブラバス製のギアバンパーですね。あ、なるほどね、変えてます。でテールライトとか、はい、まあ、いつも、結構スモークペイントするんですけれども、はいはいはい、まあ、今回はあえてですね、ライト類はもう全く、ペイントせずに、触らずにフロントのヘッドライトとかもインナーブラックするのではなく、はい、全部ノーマルで、残しているのが特徴ですね。その辺も、まあ、細かいところもちょっとこだわっているような感じですね。あと、フェンダーここの角度から見るとだいぶノーマルよりワイドになってるのが、もうブリッとしてます、ね、分かっていただけると思います。まあ、まさかこれを見て、50周年のアニバーサリーエディションとは誰も思わないと思うんですね。そうですね、これは思わないかと思いますね。はい、
でですね、一応まあこの背面タイヤカバーが、はい、なくなっているのと、はい、このフェンダーも見ていただいた通り、まあ、片側4センチ、両側で8センチほどでかくなってますので、構造変更も行っておりますので車検証も、この車に合わせたサイズに変わってます、まあ、つまり、まあ、公認という形ですね、はい、これだけ幅と全長が、変わってても、車検対応の公認と全く問題なし、はい、なっております。さすがです、はい、で浅井さん今回ホイールは、ね、1221のホイール、0660というデザインのホイールを今回装着させていただきました、はい、なるほど。これは3ピースのモデルですかね。そうですね、3ピース、ここピアスボルト見えてますので、はいはいはい、3ピースのモデルになっております。あ、でもよく見るとリムとスポークで若干フィニッシュが違う感じですかね。そうですね、ディスクは、テキスチャードブラック、はい、いわゆるザラザラブラックで、はい、ディスクは仕上げて、リムはですねマットブラックで仕上げています。はいはいはい、はい、なんかよく見たら違いますし光の当たり加減とかでもちょっと違いますね。そうですね、そうですね。であえてですね、まあ、今回はオフロードっぽさを出したかったので、はい、このリムを取る仕様ですね、はいはいはい、リアとかちょっと見ていただければよくわかるんですけれども。あ、本当ですね、だいぶ、ディープリムな仕様にこのリムですね、あえてステップリム仕様にリアもですけれども、はい、なるほど。だから端までスポーク伸ばすんじゃなくて、まあ、今回はもうリムをバッチリ取って。そうですね、なるほどなるほど。で、そうですね、はい、キャリパーはこの、ベージュですね、このシートに合わせてキャリパー色も、赤からベージュの方に塗り替えました。なるほどね、いやおしゃれですね。そうですね、シートがはいこのような感じでベージュシート、あー、まあ、ツートン50周年のアニバーサリーエディションですので、はい、このシートに合わせてキャリパーをペイントさせていただいてます。あ、なるほどね。あとはラッピングとかこの辺もですね、ウッドワーの内張りも、ね、もう全然わからないですね。ナルドブルーにラッピングしています。はい、じゃあ足回りはそれぐらいですか、ね、そうですね。あとはまあショックだけ、はい、車高は落としてないので、はいはいはい、ショックだけ、コニの、あ、変えてるんですね、はい、ヘビートラックに変えております。あ、なるほどなるほど、まあ、純正だとねどうしてもビルシュタイン製、はい、ちょっと跳ねる足回りになっておりますので、はい、コニの、ヘビートラックなるほどライドに交換させていただいてます。なるほど、はい。でまあ、室内は、基本純正オリジナルのままなんですけれども、はいはい、まあ、ボンドでも大人気のドリンクホルダーとルダー、はい、アクセルペダルスペーサーを装着させていただいたり、はい、あ、なるほど、はい、これがあるとすごく運転がしやすくなりますので、はい、そうですね、まあまあ、前方ゲレンデにはもう大人気の2点ですね、そうですね、はいはい、あとはハンドルストレージボックスも、あ、そうですね、あれもつけてる感じですかね、つけてますね、はい。あとはドアのこのワンタッチウィンドウですね。ワンタッチウィンドウ、あー、はいはいはい、ワンタッチするだけでオートウィンドウになりますよと。なるほど、超便利グッズですね。そうですね、これもよく売れております。はい、あとはまあゲレンデ、フェンダーミラーを取ってますので、はい、カメラすると、まあ、サイドカメラですね、車検には必要になってきますので。あ、なるほどなるほど、これは純正とかですか。これは純正ですね、これは純正を装着させていただいたんですけれども、はい、あ、はいはい、まあ、ちょっと純正ももう、廃盤になりつつあるので、まあ、この辺はまた他でもご用意できますのでお問い合わせいただければと思います。はい、はい、で、ブラバスの、はい、まあ、デイライト、まあ、光らすとこのような感じで、はいはいはい、迫力のあるフロントフェイスになりますね。そうですね、では高橋君、はい、今日の G6 さん、はい、いかがでしたでしょうか。いやー、まあ、色とかもそうですけど、まあ、ワイド化されてたりとか、スペアタイヤがなくなったりとかで、まあ、こだわり抜かれててもう世界に一台のゲレンデなのかなと。このオーナー様にも納車してですね大変喜んでいただきましたので、はい、すごくこのカスタムしてよかったかなと思います。はい、はい、それでは次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。